どうも、お疲れ様です。今年の初めね、ビットコインの価格って250万円前後をつけたことがあったと思いますけども、そこから数えてもう今に2倍ぐらいになってます。まあ私としてはね、今度500万を超えると、もう手がつけられなくなるなと思いますんで、500万を突破する前に、 最後の仕込み時が来ると思います。その仕込み時が450万を超えて500万までだと思ってるんですけども、今まさにそこを突破しましたんでね。これはあのビットコインをはじめとしたアルトコイン、すべてにおいて言えるんですけども、えー、仕込んでおいてもいいかなっていうところですよね。カルダノもまた40円台復活しましたね。軒並みほら、一番右側のゲージ見ていただくと、あの、緑が増えてるでしょ。で、これってのは業界全体に資金が流入してますよってことなんですよ。 どこか例えばビットコインの資金がイーサリアムに変わったっていうのじゃなくて完全に外部からの法定通貨みたいな資金がこの暗号通貨業界に全部入ってるんですよねだから全銘柄こうやって急騰してるってことになりますしかも主要銘柄トップ100ぐらいにほとんどの99%の資金が暗号通貨っていうのは集中してますからあの他の草コインからこっちに来たってことでもないですからねうん いやそれでねビットコインっていうのはこれからまあ1000万とかね1億みたいなところに行くんだろうなと思いますそれから他の要因として大きいのは SEC の訴訟がおおむね暗号通貨の勝利に終わっていくってことなんでしょうねもうつまり上告とかねする必要もなくこれビットコインとかイーサリアムとかアルトコインっていうのは特にビットコインっていうのは今まで考えられていたね曖昧だった証券とか債券ではなくて完全にビットコインっていうものそのものですよ ということなんですよね。あのデリバティブっていう言い方も私たちはしますけども。ただ正確に言うとデリバティブでもないわけなんですよ。うん。単なる物体であり、そこに何らかの価値を持っているわけのわかんないものっていうことで、証券とか債券とかね。あの？ まあクレジットデファルトスワップみたいなのと全く違うっていうことなんでしょうね。まあちょっと難しい言葉を使い出すとね、また細かい定義が違うぞとか言われそうなんで、あえて言いませんけども、そういった、あ小さいことをね、言ってるわけではないんで。えー、でもね、これから XRP もまた100円を超えていくのかなと。XRP につきましては、90円台を突破して100円に入るまでが最後の買い場かなと思います。今のところはまだね、あの、80円を突破したからといって、またそこから60円に戻ることも多いにあり得ますんで、XRP ってのはちょっとね、 うん逆に言うとあまり信用がならない通貨かなと思います。XRP に代替する通貨っていうのに貼っておくのが最もリスクリワードいいんじゃないかなと思いますよね。で、カのダノも今度40円超えると、まあ60円あたりまでは一直線に行くと思いますんで、そうなると、こっからね、カのダノを買うっていう美味しさっていうのはないのかな。まあそもそもカのダノってプレセールで買ったからこそなんですよね。多分今、ビットコインをはじめカのダノまでこうやって、ね、トップ10並んでますけども、 あの、プレセールで買って今トップ10の通貨になってるのっていうのはどうですかねやっぱ体のぐらいじゃないですか他はプレセールも当然あったと思いますけども知らないうちに終わってたでしょもしくは知ってたけども暗号通貨自体に信用を感じられなくて信頼性を感じられなくてあのミスみつプレセールに参加しなかったみたいなねあの時の5万10万が今ね数百万に生きてるってことを考えるとちょっとこう、えー、思うところあるわけですけども、うん、そういうのも込みで どうかなと暗号通貨かなというところですねはいじゃあお疲れ様です